今日はですね、缶コーヒーをちょっと紹介したいと思います。今日は、この大道さんが出しているブレンド、ブラックコーヒーですか。ちょっと画像見にくいと思うんですけど、こんな感じになっております。ちょっと缶自体固めですね。けどなんかこの触り心地というんですか、感触がなんかもうたまんないですね、これ。スチール缶ですか。で、よーくちょっと、これちょっと、ピントが合わないですね。こうやると、なんつう、穴が開くっていう感じなんですよ。そして、このなんつうのか、飲むときのその、あれですか、その唇、こうやって、ちょうど、こうやって、なんか、入っていくっていうんですかね。ちょっと口下手なもんでうまく説明できないんですけど、これはいいですよ。肝心の味の方なんですが、苦味もちょうどよくてですね、それで何よりもこの樽みたいな形というんですか、こういうボコッとした、それが私的にはなんかいい感じですかね。こういういろんな缶コーヒーがありますけれど、私はこれをおすすめします。大道さんの回し者ではないです。断っておきます。では報告終わります。